君がよチェケラッチョー。初手安定の義務教育の松田、ありがとうございますね。参ります。 YouTube 流行語大賞2018。はい、というわけで安定のゴリラ先輩ありがとうございます。皆様、時は2018年年末でございます。今年もこの企画やりまんねん、やりまんねん、今夜はまとめをやりまんねん。では、こちら去年もやりました。早速去年の1位をおさらいしておきましょう。どうぞ。2017年 YouTube 流行語大賞第1位はドヤサ。選ばれてもうた。ドヤサドヤサドヤサ、まあ間違えましたね。はい、すいません。第1位は来たら大人でーす。おめでとうございます。はい、来たら大人でーすね。こちら特大級のブーメランが帰ったことでも話題になりましたよね。ちなみに世間の流行語1位はそだねーってね、うん、そだねーってね、これ一回も使ったことないですよね。そだねーってね、まあいいや。で、今回はツイッターの方で募集しましたので、皆さんの投票もね、参考にさせていただき発表したいと思います。まずはオープニングやな。全国の動画さん、こんばんは。深夜の放送部タックです。それでは発表していく。さばいてトゥトゥ。第10位スマッってね、すいません冗談で。第10位俺が先、ね、ランキング低くても俺が先ってね、新しいですね。俺が先のあまりランキングを下に回すっていうね。はい、こちら男性系 YouTuber が放つネタかぶりに対しての遠吠えですね。次第にネタをかぶせる YouTuber が減っていき、友達が少なくなったことでも有名ということなんですが、まあ流行ってないですよね。うちのコミュニティだけですね。ただ、かの有名なキャンタ君もね、あなたが先とねリップをくれたぐらいですから、まあこれ去年なんですけど、独裁で堂々の俺が先第10位でございます。ありがとうございます。で、そう、これ俺が先で思い出したんですけど、まあちょっと全然関係ないですけど、動画で言ったような YouTuber のコメント欄荒らさないでくださいね。本当にこの前嵐誘導で通報するぞとかまた言われたんですから、これやめてくれっつってんの、なんで俺が誘導とか言われてるんですか。これ次荒らした人どうしようかね。もうなんかこのあのこらー。第9位水素の音。はい、こちら通販のおばさんが放った一言ですね。2018年上半期までずっと流行ったんじゃないでしょうか。見事堂々の9位の音。血管切れそう。第8位荒野行動ってね。はい、こちら PUBG のパクリゲー、クソガキのソークスとおなじみですね。ゲーム実況者がこぞってプレイしていた記憶がございます。見事その回もありまして第8位でございます。俺を倒したい。あ、そう。第7位自称 YouTuber 逮捕。はい、こちら今年はなんか動画投稿によっての逮捕者が多かった記憶がございます。いっぱい連れて行かれてね、いっぱい YouTuber の印象が悪くなりましたね。皮肉ですが見事ラッキーセブン第7位でございます。ちなみに元祖の方はね、モクチャンネル俺だぜ、久しぶりだぜってね。これ今更なんですけど、この髪型おもろいですね。第6位アルミホイル鉄球。はい、こちら健全なYouTuber が全員やっておりましたね。アルミホイルを叩いてピカピカの鉄球にするってやつですね。まあ印象だったのは、我らが文治さんはアルミホイルがもったいないからつって焼肉店でもらった覇気のあの結構汚いやつを叩いてたってことですね。ほんとさすがです。大好きです。第5位ホニャララタクスゼイアン。はい、こちら言葉の語尾にタクスゼイアンをつけるだけの遊びですね。生みの親はそうですね、沢村拓子と私でございます。すいませんね、本当に。都市伝説の流行とともにヤバタクスゼイアンとね流行っていったんじゃないでしょうかね。で、お気づきですかね、アルミホイル鉄球より上っていうね、これガバガバですよね。まあでもこれきっかけになったのはブライアンさんなんですけど、まあ俺が先なんですよね。もうこれだけは言わせてください。もう僕からタクスゼアン抜いたら何もないですから。次です。第4位 TikTok 炎上。はい、こちら去年はただの TikTok だったんですけども、まあ今年はすごくおバカがね炙り出されたような気がしました。まあこちらもちくん発祥の絶対に笑ってはいけないシリーズもめっちゃ入れましたよね。僕もちょっと最近したんですよね。ちょっとどうぞ。こっちを見ろ、こっちだ、こっちを見ろ、こっちだ、ねえこっちを見て。ギャロスやんけん。次です。第3位芸能人 YouTuber デビューってね。はい、こちら本田翼さんとかね、金庫の梶原さんとか、そして我らがみそのさんとかね、たくさんの芸能人の方が YouTube に参戦した気がします。来年多分もっとヤバい人来ますよ。予言しときます。大御所です。続きまして、流行る YouTube 流行語大賞第2位の発表です。第2位レペゼン地球が日本一ってね。はい、もう今年の夏から現在にかけて一番流行りましたよね。まあ、今年はレペゼン地球の一人勝ちといったところでしょうか。バン祭りからの急上昇は今は亡きスペアのザターンでしたよ。なんか福岡しかわからんっていうね。おめでとうございます。第2位でございます。ではどうもお待たせしました。2018年 YouTube 流行語大賞発表します。2018年 YouTube 流行語大賞はノブナリ TV です。すいません、またノブナリでした。もう一回おふざけ挟みます。流行語大賞はハルキン TV。 ハル、ハルキン、キン、ハルキン TV。 流行語大賞はシャムさん。ね、おめでとうございます。まあそうでしょうね。見事大賞はシャムさんでございます。昨日チャンネル解説もありましたけど、全部持っていったもんね、今年を。もうめぐみさん忘れましたもんね。いろいろあっていろいろ流行ったんですけども、ゼロの勝利です。まあこちら異論はねめちゃくちゃ認めます。はい、というわけで以上が YouTube 流行語大賞2018年でございました。まあ、他にもノミネートにはね、 e スポーツとか事実上クビとかもあったんですが、まあ記憶に残ったものを選ばせていただきましたので、もし皆さんの中でこれはというのがあればね、コメント欄にお願いします。固定にさせていただきます。はい、というわけで今回は以上です。次回は YouTube 炎上大賞2018でお会いしましょう。大賞はメグさんです。おやすみ。
今日俺が来た、それだけだ。今夜中夜の鐘が鳴り響く頃、こんな時代に生きた自分に感謝を。僕が選んできたものの答え合わせなんてどこにもないけど、いつも僕らを支えてくれる全ての人たちへ。